2023年2月、沖縄県石垣島に陸上自衛隊ミサイル基地開設のための軍用車両が大量に民間港を使って陸揚げされていた。九州から南西の島々では陸上自衛隊の基地が次々と建設されていた。日本政府はその理由として中国には台湾を武力で統一する意図があり、アメリカと日本が中国の意図を防ぐため南西諸島に自衛隊の空白地帯をなくすことが必要なことだとした。浮世絵師歌川広重はこの絶景をすべての水田に映る満月として描き、その絵に「たごとの月」というタイトルをつけました。実際この絵のように同時にすべての水田に月は映るのでしょうか。地元の小学生に聞いてみました。子どもたちに聞いてみると答えはほぼ半々に割れました。では本当に月はすべての水田に映るのか実験してみましょう。お皿を棚田だと思ってください。スイッチを入れます。月はすべての水田に映るでしょうか。正解はカメラがどこへ移動しようと一度に月が映るのは一つの水田だけでした。一人が一箇所で映る月を見られるのは一つの水田だけなのです。しかし先行作品の模倣にしてもこの絵は広重の技、遊び心であったという説もあります。それは一つの対象を固定した単一の視線で描くのではなく、複数の視点から見たイメージを一枚の絵に集約したピカソやブラックのキュビズムを半世紀も前に先取りした革新的な技法だったのかもしれません。太平洋戦争末期、戦艦などの戦力を失った日本軍は特別攻撃隊の特攻作戦を強行しました。人間が魚雷などの特攻機に乗り込み兵器としてアメリカの航空母艦に体当たりしたのです。特攻作戦の人間爆弾で敗戦までに陸海軍合わせて6000人近い若者が命を落としました。命を弾丸に変えられた中で九死に一生を得た4人の特攻隊員が後世に残した言葉に目と耳を傾けていただきたい。少なくもあの戦争に関してはですね、私たちの先人が謝ったんですね。それを二度と繰り返さないためには私どもが一体どうしたらいいのか、特にこれから生きていく青年学生ですね。でこれはこの人たちがどうするかっていうことによって未来が変わるんです。
カモニュースプラシーズローさんは膝に持ってってもらえます？キャメラ、うん、パンも美味しいな。この音、何の音だと思いますか？生卵が床に落ち、割れた音です。戦車に飛び込んでいた人は、卵を床に叩きつけられたように、骨一本も肉片もないそうです。戦車に飛び込んだ人は、生卵が床に落ちて割れたように、骨一本、肉片も残らない。そう語ったのは、名古屋市内、A 高校の小林キリンさん。彼女は沖縄戦で戦った元日本兵日比野勝弘さんの戦場体験証言を2021年クラスメイトに初めて語りました。その小林さんは日比野さんの戦場体験を語ったことが戦争に関心を持つ原点となって2022年名古屋市栄に集まったウクライナでの戦争反対高校生200人パレードにも参加したといいます。あの栄の街を何百人の高校生と歩いてロシアとウクライナのことを改めて知った人もいると思うし、声を上げて伝えていかなきゃと感じました。同じくウクライナでの戦争反対高校生パレードに参加した名古屋市内 B 高校の石田美優さんは、SNS の一部の書き込みで高校生がそんなことをする必要はないというような批判的な意見がある一方で、戦争反対という思いを持った仲間がたくさんいたんです。そんな石田さんも2021年元兵士近藤はじめさんを偲ぶ会での体験が元になって戦争に関心を持つようになりました。昭和20年4月、北海道で海軍の衛星隊責任者として、軍医としての忙しい日々を送っていた私は、広島の本部から電報を受け取った。海軍に長く勤めた長年の勘とでも言うか、きっと広島から南方に飛ばされるのだろう。今度こそ命を落とすかもしれない。そう思うと、家族に別れを告げるため、東京田無町の実家に立ち寄ることにした。前日に1トン爆弾が落とされた田無駅周辺は、誠に無残だった。実に96人もの方が亡くなっていた。4月14日、
早く来いと広島本部からの催促。4月15日、広島に向かう。この状況を気にしつつ。8月6日早朝、広島県立女子商業学校の校庭群務についていた私は、糸井中尉の絶叫を聞いた。隊長、天気！青空の真っただ中に3つの閃光、約2メートル間隔に等辺三角形の青白い閃光、恐ろしく浸透するようなその光。でこの映画を作ったわけですけども、去年の3月に石垣島に行きまして、まあ、私は2018年から沖縄に、まあ年に3回から4回お伺いして、まあ、特に基地のをめぐる米軍基地、それから自衛隊の基地をめぐる、映画を作ってきたんですけれども、まあご承知の通り沖縄では、まあ、南西の島々、まあ、小さな島がたくさんあるわけですけれども、いろんな島々に、この数年で陸上自衛隊の基地がどんどんできていて、で石垣島で、去年の3月に、陸上自衛隊が開設するということで、取材に行ったわけですが、その時石垣島に着いてですね、もう帰ってこれないぐらいの、いろんなことがあったんですね。本土に戻ってきて、まあ、私は横浜に住んでるんですけども、関東地方に戻ってきて、いろんな新聞を見てもですね、まあ、沖縄本島の、辺野古の問題というのは、まあ、それなりに報道はされてるんですけども、島々で起きている、まあ、自衛隊の基地の建設のことについては全く、ほぼ 100% 報道されていないということに気づきまして、それではということで、本当はこの時期に作ることを目的にしてたんですけども、この3月自衛隊の部隊の開設するということだけをピックアップして作ったのがこの映画なんです。いろんな事件といいますか、いろんなことがこの国では起きているので、その中で自分がこう、どう生きていけば幸せになれるのかってことを考えざるを得ないような状況に今追い込まれちゃってるような気がしておりまして、でそれを、まあ、映画という手段で、乗り越えていきたいなと言いますか、まあ、僕も69歳ですから、まあ、寿命もあと数年だと思うんですが、その数年間をですね、映画作りでしかないかなと、まあ、映画作りで幸せになりたいなということで、まあ、これからも続けていきたいと思っております。